信濃川大橋は、新潟県新潟市の信濃川と中野口川に架かる、新潟県道2号新潟寺泊線の道路橋梁。右岸側の港南区天野と中洲の南区鷲の紀神田を挟んで、左岸側の西区長原とを結ぶ橋梁。東詰側は、新潟県道1号新潟コスド3条線。西詰側は国道8号と接続しており、港南区、園木地区と西区、黒崎地区はもとより市内東西を結ぶ幹線ルートとして利用されている。車道は片側1車線。信濃川と中野口川の2河川を一気に横断する、市内随一の長大な橋で、下流側に自転車歩行者道橋が併設されており、中間部には中洲へ通じる螺旋階段が設置されている。橋の上流側で信濃川と鷲の木第通川が、下流側では信濃川と中野口川が合流する。上流側に大里橋と大野橋、下流側に北陸自動車道のときめき橋がそれぞれかかっている。しかし信濃川大橋周辺には一般道路にかかる橋梁が少ないため、開通以来、信濃川を横断する車両が集中しやすくなっている。それに加え道幅が狭隘で、また、橋梁両端部に交差点が近接して設けられていることなどから車両が橋梁上で滞留しやすく、特に東詰側の天野交差点は4方向いずれも右折車線が設置されていないことも相まって、終日にわたって両方向で渋滞や速度低下が慢性的に発生しやすい傾向にある。加えて、西詰側では、国道8号の三条市、南区白根方面からの右折車両が非常に多く、道道、大野改良区間では信濃川、大橋西詰交差点の右折車線を先頭とした渋滞が発生しやすくなっている。このため市と西詰側を所轄する新潟西警察署はこの西詰交差点を時差式信号とし、特に平日のラッシュ時間帯において、白根方面からの右折車両に対する右折信号を通常の交差点よりも長めに点灯させる措置を講じている。さらに市と東詰側を所轄する港南警察署は2007年10月から東詰側の天野交差点も時差式とし、橋梁上で滞留する亀田、鳥屋の酒屋方面へ向かう車両を東詰側へ優先的に流出させる措置を講じている。しかし天野交差点を時差式化して以降、特に朝夕のラッシュ時には、コスド線と新潟寺泊線から、反対側の大野町方面へ向かう3方面からの車両がさばききれなくなり、かえって同交差点を中心として、両方向で渋滞が慢性化するなど問題点も数多く、抜本的な改善には至っていない。なお信濃川、大橋西詰交差点を直進した先の市道は、交差点から約50メートルのところで突き当たりとなっており、更地を挟んだ先に住宅地がある。この更地にはかつて新潟交通電車線の越後大野駅の駅舎が建っていたが2005年頃に撤去された。ただ交差点そばに新潟交通の路線バス停留所が設けられているため、現在も駐輪場だけが存続している。ありがとうございます。